え、なんで誕生日誰かの、すっごいイライラしたりとかはなくって、なんか、まあ、この人はこういう風にダメなまま死んでいけばいいって勝手に思うから、あとこの人と一緒にいるか、場所には不釣り合いなえぐめのお話定番グルメで比べてみました。もつ鍋、味どうしますか。せーの、味噌B 型女子会の定番はもつ鍋味噌味1480円、ブレンドした白味噌と和牛もつが自慢の一品。おいしそう。入れます、入れます、入れますよ。うちほんま取り分ける女大っ嫌いだから。エビは、うん、嫌いなの。なんでエビ食べないって言うとそんなちょっと不機嫌なんですか。いつも、いつもあるんですよ。なんでなん、エビはうちが頼んだからこれで殺されてんだよね。言ってきたんですよ、本当に言ってきたんです。これ食べなかったけど食べろ、食べろ。一方、すいません、キャビアあります。ちょっとキャビアもいただき、贅沢、はい、今のイタリアのおし黒トリュフ、じゃあお願いします。それ、はい、キャビアいっぱいおいしいの食べてる。そうだよ、美味しくなきゃやだ。だからいつもさ、うん、このレストラン、うん、あの食べれないものありますかと聞かれても、うんうんうん、で美味しくないものが食べれませんって感情っていうわけ。例えばこういう会話の中で、なんか好き嫌いあるのとかやったら、うん、美味しくないものとか言うね。あと性格のある男の人とか言うねのはある。ブラックなトークをしていると定番のトリュフが登場。いや、こういう女の方が悪口言ってるからね。北海道産の白子に 1g400円のトリュフ、さらにキャビアをトッピングしたパスタなど5500円のランチコース。すごくない？美味しいね。5500円。やっぱり子供だとなんか人生観変わった。私あんまり変わんない。もう生まれたらさ、そいの人の人生だからさ、まあ、私がどうなってほしいと思ってもさ、その子がなりたいようにしかならないしさ、ね、このお塩めっちゃ美味しくない？ハーブのお塩すごい